待ちなさい。あんた昨日の学級日誌適当に書いて帰ったでしょ。特になしって何なのよ。めんどくさ。たとえ世界に男がいなくなったとしてもこいつとだけはありえないわ。それはこっちのセリフだ。たとえ世界がひっくり返ってもお前とだけはありえない。二人とも結婚しなさい。は？今結婚しろと聞こえた気がしたんだが何の理由だ。いや不調か。私たちまだ高校生よ。自分たちの果たせなかった思いを孫で成就させたい。結婚してくれるわよね。私たちのことクラスのみんなに言ったら殺すから。でも伸ばす時に結婚っていうのは自分の意思でやるものなのよ。学校で絡まれるだけでも面倒なのに神経が持たないかもしれない。サイト君って変だよね。ぶっちゃけ鈍いよね。姿勢をお姫様抱っこすべき。でも好きとかそういうのじゃないから。全然違うから。クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。